私たちのソロライブ？どうしてそんなことに？え？急に言われてもソロライブなんて考えたことなかったし、ソロライブって一人でパフォーマンスする以外に何か特徴はあるの？普通のライブと同じならソロでやる必要ないと思うのよね。個人個人の練習の成果を出すような、そういう場所なのかしら。虹ヶ崎に？それもありかもしれないわね。頼んでないけど。だからソロライブの手伝いなんてまだ頼んでないけど。おせっかいすぎるわ。って別に嫌がってるわけじゃないけど。やめてよ。そんな頭なんか下げないで。そういうの苦手なの。あなたがいると調子が狂っちゃうんだから。そう、この間もそう思ったのよ。衣装とか作詞とか私以外の手伝いをやってるのも小鳥と話して初めて知ったし、私が勝手に勘違いして勝手にあなたのこと意識して、あなたって本当に意味わかんないんだから。そんな悲しそうな顔しないでよ。あなたの今までの頑張りはちゃんと見てるし、役に立ってるし。